テオドール・ビル・ロート・クリスティアン・アルベルト・テオドール・ビル・ロートはドイツ出身のオーストリアの外科医。がん切除手術に初めて成功した。作曲家、ヨハネス・ブラームスの親友でもあった。順天堂の三代目の同志となった佐藤進は明治2年から7年までベルリン大学でビル・ロートに支持し、アジア人で初めてドイツの医学博士号を取得した。北、ドイツ、 バルト海に面した、流言島ベルゲンに生まれる。グライフスバルト大学、ゲッティンゲン大学に学び、1851年に、ベルリン大学で、ベルンハルト・フォンランゲンベックの助手となる。1860年に、チューリッヒ大学医学部外科教授。1867年、ウィーン大学医学部外科教授。 1881年1月29日、胃がんにかかった43歳の女性の手術を失当。癌の進行が早く、リンパ節への転移があったために、女性は手術後4ヶ月後に死亡したが、その間、経口摂取できるまでの回復を見捨てた。この時の残位と十二指腸の粉合法を改良した、ものが現在、ビルロート愛法として知られる、術法である。さらに、 十二市町の団体は閉鎖して、残威と空調を翻合する、ビルロート通報も暗室した。ビルロートの成功後、ヨーロッパ各地で、1894年2月、西洋先のアドリア海岸、フィウメ南西のアバツヤで隠し、ビルロートは幼い頃からピアノとバイオリン、ビオラをたしなみ、外科教授として多忙な生活の傍ら、音楽会に出席したり、 同行の詩と室内楽を楽しんだりしていた。現存していないが、音楽評論や室内楽曲、歌曲の作曲もしている。中立時代の1865年、当地で演奏会を開いたブラームスをビル・ロートは翌日自宅に招く。これがブラームスとの終生にわたる交友の始まりとなった。ブラームスは作品ができるとビル・ロートに批評を請い、二人で支援したりした。 ブラームスの公共曲第2番について、ペルチャッハとは、なんと美しいところだろうと述べたビルロートの言葉が残っている。また、1873年に完成した、弦楽史重奏曲第1番、第2番は、もともとヨーゼフ・ヨアヒムに捧げられる予定だったが、この頃一時ヨアヒムとの関係が悪化したこともあって、いずれもビルロートに捧げられている。 1878年には、ビル・ロートは、ブラームスと共に、イタリア旅行をした。以後、二人は1882年までに3回、イタリアに旅行した。外国語に堪能なビル・ロートは、もっぱら案内役を務めたと言われる。1887年に、ビル・ロートは、肺炎のため一時渋滞に陥り、ブラームスに遺言めいた謝辞を送るほどであった。なんとか回復したものの、 心不全が残って体調は優れなくなり、この頃からブラームスとの関係も冷え始めたようである。1893年末、ビル・ロートはアバツヤで西洋中、民謡についての研究に取り組んでいる時に、ブラームスに手紙で参考意見を求めた。ビル・ロートの素人考えを皮肉ったブラームスからの返事が届いたのは、ビル・ロートが亡くなる20日前のことだった。ブラームスは、 ビルロート夫人の怒りを買い、1894年2月10日にウィーンで行われたビルロートの葬儀に出席を許されなかった。ブラームスは街頭に立って葬列を見送ったという。これには後日談がある。ブラームスには心残りがあったらしく、しばらくしてビルロート夫人にビルロートの歌曲の出版を進めた。夫人は曲に手を加えないことを条件に、 これを認めた。しかし、ブラームスはいかなる理由からか、楽譜に手を入れてしまい、再び夫人の怒りを買って、すべての原稿を取り上げられた。こうして、ビル・ロートの作品は世に出ないまま失われた。ビル・ロートの死から2年後、イシュルでの秘書中、ブラームスは近くに滞在していたビル・ロート夫人を訪ねた。夫人もこれを受け、ブラームスはその孫と遊んだりして過ごした。しかし、 この時ブラームスはすでに死病の肝臓癌の症状が出ており、翌1897年4月に没した。ありがとうございます。